皆さんこんにちは。わが魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。いろんなゲストの方に出ていただいているんですけれども、今日はですね、なんかまた今までとは、違うジャンルでお届けします。お楽しみに。では1曲目からどうぞお聴きください。はい、ということで、今日はビジュアル系コミックバンドのアフロテックスの皆さんにお越しいただいてます。こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと紹介、自己紹介していただいてよろしいですか？はい、私はボーカル兼ギターの永田信明と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラムの大倉康です。よろしくお願いします。ベースの月間和成です。よろしくお願いします。はい、ということで、アフロテックスという、この名前なんですけど、はい、これはやっぱり先ほどの、アフロの、カツラが由来ですね。はい、もともと黒人音楽を目指してファンクみたいなのをやりたかったんですけども、はい、自分たちの技術が追いつかなかったっていう。でそれで路線変更して、もともと好きだったヘビメタに目指したんですけど、それもできなくて、はい、今の形に落ち着きました。ちょっと過激なロックみたいな、はい、ハードロック。そうですね。でそれをアフロでちょっと和らげようという試みです。なんかもともとは、結構前に結成していて再結成をしたっていうふうに聞いたんですけど。そうですね、はい、96年10月に結成いたしまして、96年、はい、2005年の12月を最後に、解散しまして、そこから約7年間ブランクがありまして、去年再結成いたしました。去年ですか？はい、このブランクっていうのは、なんかどうだったんですか？そうですね、自分の方がちょっと仕事が忙しくなって、みんなも仕事が結構忙しくなってきた時期で、でもその時、自分もちょっと病気をやったりしましてですね、でそういうのもありましてちょっとブランクがあったんですけども、そろそろやるかみたいな感じで再結成しました。なるほど。主に教会でもライブをしてるんですか？それとも元ライブハウスとか。もともと始まったのが、自分が東京キリスト教大学っていうところの出身なんですけど、はい、その大学生の時に、始めまして、で、その学校がですね、みんなその学生みんなクリスチャンなので、ちょっと刺激が足りないということで、ライブハウスでこういう、ほっといたら教会に来ないだろう人たちに、この聖書のメッセージを届けられたらいいかなというんで始めました。なるほど。で大倉さんも、ティッシュ。そうなんですね、はい。実はですね、潤さんのお姉様である静香さんと同じクラスでした。同じクラスでした。よくでもワーシップとかやりましたよ、一緒に。はい、お世話になりました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。よろしくお伝えください。私もお世話になりましたね。そして永田さんも同じくティッシュの、そうですね、姉とは少し下に。そうですね、はい、はい。で私は違います。違うんですね。でも今クリスチャンの選挙団体で、働いてるということで、フォークリフト乗ったりしてます。なるほど。皆さんが本当に、宣教のミッションを持ちつつ、なんかこうでもユニークにこう活動してるっていうのはすごくなんか励まされるというか、うん、純粋に音楽としても楽しいっていうか、急に一緒に演奏させてもらって楽しく、本当に楽しかったんですけど、曲はほとんどが永田さんですか？そうですね、はい、はい、私が十数年前に作った曲をひたすら同じ曲を十数年やり続けているという状態です。何曲ぐらい今アフロテックスとしては？15曲ぐらいだと思います。なるほど。ちなみに CD とかって出されてるんですか？CD を出そうと思った時期があって、はい、レコーディング途中まで行ったんですけども、挫折してそのまんま放置されてます。そうですか。いや、なんかね、すごくレアというかただ本当にファンがいると思うんですよね。僕もね、ずっと前からアフロテックスっていうその存在感名前とインパクトのいろんな反応は聞いてたんですよ。なるほど、うん、なんかすごい面白いよみたいなそうですね、CD 自体はですね、まあ、ちょっと頑張って作ってなんか、なんか無料で配布したことが1回だけあったんですけども、でそれからまあ活動休止とともにストップしてしまったというか、そういう流れが、はい、ありまして、復活して再結成のなんか記念に、この番組出演の記念になんか、そうですね、今年、はい、なんか出してそうですね、今年の目標としては、はい、新曲を作ると十数年ぶりに新曲を作る、うん、そして CD を作る、はい、そして真面目にライブ活動を少しやろうかっていうところが、はい、あります。読んでいただければ教会でも演奏そうですね、まあ自分たちもちょっと牧師をやってるんでなかなか動けないっていうところもあるんですが消極的にライブ活動を展開していきたいと願ってますんで、はい、全国の皆さん、呼びたい方ぜひなんかね、夏のフェスティバルとかこうお祭りとかね、そういう、まあ、子どもとかユースとかこうなんかお楽しみの会にすごくいいなと思うんですけど、教育上どうかなと思うんですけどね子供たちが泣かないかどうかいや今のね、今の子供たちはもっとすごいのを見てるのでそうですね、間にゲーム入れたりとかですね、劇入れたりいろいろするんで、そういうお子様向けのバージョンにもできたりもしますねよかったらぜひという。ということで、続けて、2曲目と3曲目、また演奏お願いいたします。私は高校2年生の時にハイビエの働きを通してイエス様を信じる信仰に導かれました。クリスチャンになる前は友達とロックバンドを組んでライブハウスや学校やいろんなところで活動をしてプロになりたいなということをその時はいろいろ考えていました。しかしそのロックのバンドをやればやるほど自分の中にあるこの虚しさというのはどんどん膨らんでいって自分は一体何のために生きているんだろうかということをよく考えたものです。しかしこのハイビエのそのキャンプの中で語られたメッセージで、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているというそのイザヤ書43章4節の御言葉を通して自分が本当に価値のない人生をいろいろ生きてきたんだけれども、そういう私のことを神様が愛してくださって救い主イエス様の命をもって私を救ってくださったんだということが分かって。その時本当に嬉しくイエス様を受け入れることができました。神様の恵みでしたけれども、そこからこのイエス様を賛美する賛美をですねしていきたいと思いまして今に至っています。次の曲は「愛している」という曲なんですけれども、人間の愛っていうのは他の人を大事だと思ってても本当に弱いものであります。どれだけその人のことを強く思ったとしても人間の力には限界があります。でもこの神様がその愛してるって言った時の愛は本当に強い、人を救い出すことができる強い愛だっていうことですね。ぜひ知っていただきたくてこの曲を作りました。愛してるという曲です。ありがとうございました。いや、メッセージ性がすごくダイレクトに伝わる曲で。ありがとうございます。はい。なんかね、まあ意外って言ったらあれなんですけど、そのなんだろう、音楽性だけじゃなくてすごくメッセージ性が強いなっていうふうに感じたんですけど。そうですね。やっぱりライブハウスにいるそのお客さんにそういうメッセージが届けばいいなと思っていろんな曲をもともと作ってやってたので、それでアフロの見た目でちょっとコミュニケーション取りながら、メッセージが伝わればいいなというそういうバンドなんです。じゃあもともとは音楽の専門学校も行って。そうですね、高校出てすぐ東京にあるその、ギターの、その専門学校に少し行ったことがあって、であんまり才能がないっていうのもその中で分かったんですけど、でその前からちょっと将来的にそういう牧師になりたいなっていうのは神様の召しを感じたことがあって、でそれを中で行ったんですけども、結局ギターやりながら牧師もやるっていう道にたどり着きましたという。じゃあもう最後になっちゃうんですけれども、一人ずつ賛美っていう我が魂の賛美っていう番組なので、一人一人のその賛美に対する思い、賛美とは何ですかっていうことを最後にお聞きしたいんですけれども。じゃあ月間さんから。賛美とはですね、感謝と伝道です。感謝と伝道。それはですね、感謝っていうことは神様から与えられた賜物を生かせるという、与えられたことに対する感謝することと、その賜物を用いて伝道するということです。本当伝道っていうのは多分初めてですね、番組で。ありがとうございます。じゃあ大倉先生。そうですね。いろんなスタイルで、僕も実はドラムをやってるんですけど、結構教会ではピアノでワーシップにしたとかっていうことをちょっとやったりしてるんですけど、いろんなスタイルがあるっていうことを考えると、やっぱり私たちが生きていく、生き生きと生きていくっていうことは実は神様を褒めたたえることにつながっているのかなっていうようなことを考えています。さっき伝道っていう話が出たんですけど、私たちもこういうスタイルの音楽やって伝道できたらいいなっていうふうに思いながらやってますけど、なんかそういうことをやってる人たちのちょっと気持ちを理解するとか、その人たちの話を聞く、教会でやっぱりハードロックってものすごい遠いところにあるような気がするんですけど、ハードロック好きな人たちが来た時にね、その話を聞いてあげるっていうようなことができるというようなね、ことがあればいいなっていうことを、そういう機会もありますけどね、そうですね、そういったことで私たちが喜んで生きていくっていうこと自体が本当に神様を褒めたたえることになればいいなっていうことをいつも願っています。じゃあ最後に永田先生。そうですね。自分たちのそのバンドのやってる曲っていうのはあんまり実は賛美じゃないなと思ってるんですよ。メッセージソングみたいな感じで、でもちろんその神様に喜んでほしいと思ってやってはいるんですけれども、直接的にやっぱりその神様のことを知ってほしいなっていうんでやってるんですが。昔よくロックは悪魔の音楽だみたいなことを言われたことがあって、よくそういう本なんかも私いろんな人からプレゼントされていろいろ読んで、いや自分はもう悪魔にやられてるのかなとか悩んだ時期もあったんですけど、でも言ってみればしょうがないっていうか、この世の中にあるどんな音楽をどれだけ突き詰めていったとしても、天国にいる神様のクオリティからしてみたらどれも非常に低いレベルというか、どうしようもない音楽でしか多分ないと思うんですよね。でもそういう私たちのありのままの全てを神様が愛してくださって、そのイエス様の十字架を通して私たちをその喜んで愛して、その子供が自分の子供にした子たちが自分たちの精一杯を持って神様の方に向かおうとしてるっていうことは、きっと喜んでくださっているんじゃないかなっていう。でそこから自分もいろいろ自由に生き生きとやるようになったっていうその経緯があるんですけども、そういったところで神様に自分のできる精一杯を持って仕えていけたらいいなという感じで、考えてます。ありがとうございました。なんか賛美ですとはっていうだけでも本当にそれぞれ、尽きないですね。本当にメッセージと思いが込められてるなというふうに思いました。引き続きですね、またご活躍を、応援してますので、頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。番組をご覧の皆さん、本当にいつもありがとうございます。毎回ですね、いろんなジャンルの方が、出演していただいてますけれども、なんかどのジャンルが正しい、清いとかそういうことではなくて、やっぱり賛美っていうのは本当に神様に向かうその心だなっていうふうに僕は毎回思っています。だから本当にその音楽スタイルがどんなに違えど、やっぱりそこの本当に純粋に神様を思う気持ちだったり、神様のことを伝えたいっていうそういう気持ちが、クリスチャンアーティストにとってやっぱりその中心ではないかなと思います。また次週も、素晴らしいアーティストを、お迎えしてますので、またこの番組を引き続き応援ください。それではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。